金沢市の中心部を流れる浅野川。その界隈に広がる茶屋街は200年ほどの歴史を持ち、長唄や三味線の音色が漂う情緒ある町として知られてきた。しかし1980年代近代化の波が押し寄せ、その文化が失われつつあった。そこで地元の老舗の旦那衆が地域の文化を守ろうと始めたのが浅野川園遊会だ。桜舞う春の2日間、浅野川にせり出すように作った浮き舞台で芸妓がほぼ総出演で座敷芸を披露する。ひときわ注目を集めたのは水芸。金沢出身の小説家泉鏡花の作品に登場する芸妓をモデルにした演目だ。地元住民でもあまり接する機会のないお座敷文化を気軽に体験できるような工夫もした。会は形を変えながら続けられ、現在は夏の夜に地元の料理とともに伝統芸を楽しんだり、泉鏡花を偲ぶ会を開くなど年数回のイベントが催されている。しかし会の狙いは当初と変わらない。住民たちの連携を深め、地域の文化と環境を守ることだ。最近は芸妓になりたいとその道に進む若い女性が現れたり、行政とも連動して進めてきた金沢らしい景観の再生が成果を見せてきている。金沢では園遊会をきっかけに古き良き風土を取り戻そうという思いが広がっている。